富平選手、見事勝利おめでとうございます。ありがとうございます試合が終わってみていかがでしたか？ホーストカップの旗揚げの大会で、お客さんもいっぱいいて、ちょっとこんなところでやるのは初めてなんで、そこで勝利できて本当に嬉しいです。本当におめでとうございます。1ラウンド目から結構飛ばしてたと思うんですけども、いかがでしたか？相手はボクサーの元ボクサーの選手ってことは聞いてたん でリーチも長いんで、もう行くしかないと思って、考えるのやめて、どんどん行くようにしました。結構2ラウンド目はすごい打ち合いになってたと思うんですけど、あの時の心境はいかがでしたか？僕のパンチとかがたまに、いいのが当たった時はあったんですけど、基本的にはもうずっと手足の長い選手で押されてたんで、ちょっとここで巻き返さなきゃなと思って、ずっと思いながらやってました。今後の課題や目標などありましたらお聞かせください。もう多分いろんな人が見ても課題なんで、僕の課題は多分分かると思うんで、本当に基本的なところからホーストジムでまたしっかり練習して、本戦に出れるように頑張りたいと思います。今日ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。富平選手でした。